3回西日本スポーツ杯シリーズ2日目の攻防も最終カードです。第12レース西スポ特選を迎えています。対戦メンバーは1号艇増田啓司、2号艇宇場義経、3号艇池本照明、4号艇長野宗志郎、5号艇内堀学、6号艇茂木輝彦、以上6名の対戦です。枠なりに待機行動が進んでいます。先にホーム側に移ってきました1号艇、人気の中心は増田啓司。ここは初白星をかけての戦い、今ゆっくりへさきを向けました。2コースは2号艇の宇場義経です。前半はトップスタートを決めてのイン逃げ解消でした。3コースは3号艇、地元の池本照明、周り足良好ムードで目下1着3着と手堅くまとめています。4コース引いてたのは4号艇長野宗志郎、目下3走中間着の成績。5コース5号艇内堀学、6コース6号艇茂木輝彦は、ここはプロペラとボートが変わりました。枠なりの3対3、風はホーム向かいの風、今風速は3メートル近く。人気の増田の陰線、第12レース進入インコースから1番下番3番4番5番6番でスタートしました。1コースと2コース、増田と宇場が好スタート決めました。一足マーク、陰線先前形成1号艇に、バックハンドル2号艇、1番2番の間を割ってきた3号艇に、 V は4号艇も入ってバック側に抜けます。さあ1号艇の増田を捉えてきた3号艇池本、1番3番の懐からスーッと上がって2号艇宇場も加わってのトップ争い混戦。スタートは正常でした。直線でググッと出てきた3号艇が先に回った、1号艇弾かれた、懐相手2号艇5号艇4号艇と相次いで入ってきますが、さあここはトップに上がった3号艇池本照明、ここでリードを広げ、1号艇増田は2番手、2転身で3番手が2号艇宇場で、現在体勢は3番1番2番、2周の1番手トップで3号艇が回っていく、続いていく1号艇は2人がその後ろ、2号艇は後席に乗っかった、後ろからは5号艇4号艇両者ともに届いておらず、3番手を守っているのは2号艇の宇場ですが、リードはまだ1転身半ぐらいです。4号艇と5号艇が並んでさらなく追走してきまして、3番手接戦模様と変わって、これから2周の2マーク、内側から4号艇が先に回しきりますが、少し流れたところ、ついてきた2号艇そして5号艇と入ってホーム側ですが、ここでもなんとか踏ん張っているのは2号艇の宇場で、上位の体勢は3番1番2番、フラバンのすぐ後ろにまだまだ5番と4番が離されず追走して、これから3周の1マーク、2号艇が3番手旋回、後ろは5号艇握っていく4号艇ですが、ここも両者届いておらず、3番手の位置を守るのは2号艇宇場ですが、まだリードは1停身から2停身ぐらい、上位の体勢3番1番2番、先頭はまぐり出し決めてトップ争い混戦さばいた3号艇池本、2番手は1号艇の増田、そして僅差の3手加速、2号艇が先行、その後ろから5番4番ですが、上位の体勢は変わりなくの3、1、2、第12レース先頭3番ゴールイン、1番ゴールイン、2番ゴールイン、4番5番ゴールイン、ラストで6番ゴールイン。